こんにちは、リリナナです。今日はエコアンダリアとソックヤーンを引き揃えてバッグを編んでみました。これから涼しくなっても持てるバッグになっているかなと思います。で、もちろん毛糸だけとか夏糸だけでも編めるバッグになっているので、いろんな糸で編んでみてください。で、今回ちょっと持ち手の部分がちょっと手間がかかる編み方かなと思います。編み方的には難しくはないんですけども、こう糸処理だったり何度も糸をつけて切ってという感じで編まなくてはいけないので、少し手間がかかってしまうんですけども、その分編み上がった時に達成感だったり可愛いなと思うものができると思います。もしよかったら編んでみてください。はい、では材料です。今回はケイトピエロさんで購入したカメレオンカメラと浜中さんのエコアンダリア、こちらを使用していきます。カメレオンカメラの方はカラーナンバーが106番で、こちらはウールスーパーウォッシュが 75%、 ナイロンが 25%、 100g 420m で、ゲージが29目38段で、針が 3mm ですかねとなっています。で、エコアンダリアがカラーナンバー23番、こちらはレイヨンが 100%、 40g 約 80m、 潮かぎ針が5号から7号、標準ゲージが長編みの場合17目6段となっています。で、こちらを引き揃えて編んでいきます。で、あとは持ち手はこちらを引き揃えていきます。同じくカメレオンカメラのカラーナンバーが110番、あとはこちらもケイトピエロさんで購入したラフィアという糸になります。こちらもレイヨンが 100%、 50g 113m、潮かぎ針が6号、標準ゲージが細編みの場合19目20段となっています。で、持ち手はこちらを引き揃えて編んでいきます。で、かぎ針は 7.5 号の 4.5 ミリを使用していきます。で、お持ちでない方は7号針とか8号針で編んでみてください。で、別の糸を使う場合は糸に合った太さの針で編んでみてください。はい、ではまずは2本引き揃えて編んでいきます。一度引き締めて、ここから鎖編みを17目編んでいきます。1、2、3、4、5、はい、鎖編み17目編めました。で、そしたら楕円を編んでいきます。もし楕円の編み方がわからない方は、こちらの動画の説明欄にリンクが貼ってありますので、よかったら確認してみてください。では上に書いてある段数まで編んでいきます。はい、12段まで編んできました。一周が102目になっています。で、こちらは一度スチームをかけているんですけども、横がだいたい 21.5 センチ、で、こちらがだいたい13センチになっています。では次は13段目。13段目からは増減なしで細編みを編んでいきます。鎖一つで立ち上がって、一つの目に一つずつ細編みを編んで、上に書いてある段数までしばらく編んでいきます。はい、42段まで編んできました。で、だいたい42段まで編んで17センチぐらいになっています。で、こちらの高さはお好みなので、もっと深くしたいなという方はもうちょっと長く編んでみてください。で、そしたら今回持ち手はちょっと大変なんですけども、いつもと違う持ち手にしていきます。このまま糸処理できるぐらい残してカットをします。糸を抜いて、で、次はこちら真ん中の部分を編んでいきます。で、マーカーをつけておきます。一番最初の目ですね、一番最初の目から数えて10目数えます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10目数えたら、その隣11目目にマーカーをつけておきます。
で、次はマーカーの隣から数えて23目。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,23目開かせて24目目にマーカーをつけておきます。で、次はマーカーの隣から26目開かせていきます。2,4,6,26目数えたら27目目にマーカーをつけます。で、次はマーカーの隣から数えて23目開かせていきます。2,4,6,7,8,9,10,11,12,13目で24目目にマーカーをつけます。で、一番最後は16目残っていると思います。マーカーの隣から数えて2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,これで1周が102目になっています。で、この時にこうしっかり合わせてみて、底の部分などを確認して、もしかしたら立ち上がりとか人によって変わってきてしまうと思うので、こう合わせてみてマーカーがすごいずれているなという方はちょっと調節をしながらバランスを見てあげてください。こうすごいずれていたら、こう何目かこちらにずらして、で、こちらもずらしてあげる。で、こちらの目数とこちらの目数が同じになるように調節をしてみてください。では次はこちらのマーカー部分、こちらに編んでいきます。今まで編んでいた糸で2本取りですね。で、マーカーがついているところ、こちらに針を入れて糸を持ってきます。で、一度引き締めて、このまま細編みをマーカーまで編んでいきます。立ち上がりをせずにこのままで大丈夫です。後ろは編みくるみながら、まずはマーカーまで編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。で、こちらマーカーで最後になります。で、目数でいうと25目、一番最初から最後までですね、あると思います。で、このままカットをします。ちょっと今回は手間がかかるんですけども、その分すごく可愛くなると思うので、ぜひ編んでみてください。で、こちら輪の中に入れて留めておきます。で、今最後に編んだところの隣の目、こちらマーカーつけなくても分かる方は大丈夫なんですけども、一応こちらにマーカーをつけておきます。で、次はまたこちらから往復編みで編むと、こうせっかく表面で編んできたのにここだけ模様が変わってしまうんですけども、それをポイントにしたいなという方は往復編みで編んでも大丈夫なんですけども、その時往復編みで編む時はこう減らしながら編んでみてください。次の段では23目にしていきます。次、真ん中の2段目ですね、こちらが一番最初に編んだ目になります。その隣、こちらを減らさずに隣の目から針を入れて糸をつけます。一度引き締めて、で、このまま細編みで23目編んでいきます。マーカーをつけたところまでですね。はい、端まで編んできて、こちらマーカーで最後になります。で、これで1目減りました。両方1目ずつ
減っているので1段につき2目ずつ減ることになります。でまた糸処理できるぐらい残してカットします。でこちらに針を入れて、じゃ糸を入れて留めておきます。もう毎回つけたりカットしたりが大変なんですけども、もう仕上がりはすごく可愛くなると思うので、ちょっと手間をかけてあげてみてください。でまたこちらわからなくなりそうな方は最後に編んだ手前、こちらにマーカーをつけておきます。で最初に編んだところの左隣、一目飛ばしてこちらから針を入れて今度は21目編んでいきます。鎖一つで立ち上がって同じ目ですねに針を入れて細編みを21目編んでいきます。はい、端まで編んできてこちらマーカーがついていたところで最後になります。でこちらでカットをして留めておきます。でこんな感じでどんどん編んでいくんですけども、次は両サイド減らして19目、で次は両サイドまた減らして17目という感じで5段まで編んでいきます。今1、2、3段編んだので、また1目ずつ1目、1段につき2目ですねずつ減らして5段までつけてカットして、つけてカットして編んでいきます。はい、5段まで編んできました。で一番上が17目になっています。17目編んでだいたいこちら10センチになっています。でこちら5段編むとだいたい 2.5 センチぐらいのこちら高さになっています。でそしたら反対側も同じように編んでいきます。こちらマーカーがついているところからこちらを外して針を入れて、で今まで編んでいた糸こちらを持ってきて一度引き締めます。ここから細編みをマーカーまで、で次の段では今編んだ細編みを飛ばして隣の目から片方一目ずつと1段2目ですねずつ減らして反対側と同じように5段まで編んでいきます。でその後はちょっと大変なんですけども糸処理をしておきます。編みくるめないこともないんですけども、編みくるんでしまうとこちらの部分だけ結構ボコッとしてしまうので、全て糸処理をしておきます。で他の部分も糸処理をして、こちら糸がついているところですね、一番最初と最後の立ち上がりのところ、こちらも糸処理をしておきます。では反対側も5段まで編んで糸処理まで終わらせておきます。はい、すべて糸処理をしてきました。ちょっと糸処理が大変だったと思います。で次は持ち手を編んでいきます。ではこちらの真ん中の部分ですね、こちらの一番端、一番最初に編んだ細編みの頭、こちらに針を入れます。で持ち手に使う糸、もちろん同じ糸でも大丈夫です。こちらを持ってきて一度引き締めます。でそしたら鎖一つをしたら、私は次鎖編みに細編みを編んでいくんですけども、その時に裏山を見ながら編んでいきたいので裏山にマーカーをつけておきます。でここから細編みを40目編んでいきます。こちらはお好きな長さで大丈夫なので、お好みの長さ鎖編みをしてみてください。マーカーをつけたところを混ぜて1、
1、2、3、4、5、6、はい、鎖編み40目編めました。40目編めたら40目目の裏山にまたマーカーをつけておきます。で、そしたらねじれないように一番最後の細編みの頭ですね、こちらに針を入れて糸を持ってきてこのまま引き抜きます。で、糸処理できるぐらい残してカットをします。で、このまま糸を抜いておきます。これで持ち手の土台ができました。で、反対側も同じように編んでいきます。一番最初の細編みから鎖編みですね、同じ目数鎖編みを編んでみてください。はい、鎖編みを両方編んできました。で、そしたら持ち手を編んでいきます。で、どこから始めてもいいんですけども、ここ立ち上がりを合わせるためにここが立ち上がりになります。立ち上がりの隣、一番最初の細編みですね、そちらの頭から針を入れて編み始めます。ここから糸をつなげて一度引き締めます。で、同じ目に針を入れて、で、細編みですね、で、まずは一つずつ細編みを編んでこちらの中心の手前まで細編みを編んでいきます。はい、細編みの手前まで編んできました。で、そしたらこちらが真ん中部分になるんですけども、一目ずつずらしながら細編みを編んでいるので頭があると思います。こちら一回ちょっとほどいてしまったので頭が大きくなっちゃっているんですけども、細編みの頭が一つずつ出ていると思うのでこちらに細編みを編んでいきます。最後の目まで編んだら、今度は真ん中の一番端ですね、こちらに針を入れて細編み、ちょっと最初は編みにくいかもしれないんですけども頑張って編んでみてください。で、また一段上がって頭に細編み、頭に細編み、また一段上がって細編み。で、これで細編みを4目編んできました。で、そしたらこちら鎖編みを編んだところ、細編みの頭に糸をつけたと思うんですけども、同じ目に針を入れて細編みを編みます。で、こちらのマーカーがついているところ、私は裏山を取りながら編んでいくんですけども、苦手な方は上半目とかでも大丈夫です。ここから細編みを一つずつ編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。で、マーカーで最後になります。マーカーのところに細編み、で、そしたらこちらも鎖編みが入っているところ、こちらに針を入れて両端は編みくるみながらで大丈夫です。細編みをまずは一つ、で、次は一段下がります。また頭の部分に一つずつ細編みを編んでいきます。2で下がって3、4で、これで最後になります。5目編めたら細編みが入っている隣の目、こちらから細編みを編んでいきます。こちらが結構開いてしまうかもしれないのでちょっと引いてあげて
こちらの距離をこう伸ばさないように近づけてあげて細編みを編みます。では反対側の真ん中の手前までですね、細編みを編んでいきます。はい、真ん中の手前まで編んできました。で、そしたらまた1段ずつ細編みを編んでいきます。1段上がって頭の部分に細編み、で次も1段上がります。頭に細編み、でまずは4目ですね。で4目編めたら、こちら鎖編みが入っている同じところに針を入れて細編み、で次から鎖編みに細編みを編んでいきます。はい、端まで編んできました。で、こちらも同じようにマーカーのところに細編みで、鎖編みを編み始めたところ、こちらに細編みですね、こちらから5目、1で1段ずつ下がっていきます。頭の部分に針を入れて、糸端は編みくるんでしまいます。2、3、4、5。で、そしたら細編みが入っている隣から針を入れます。で、その時にこちらが離れていると結構開いてしまうので、後ろを引っ張ってあげて、こちらを縮めておきます。で、細編みで最後の目まで細編みを編んでおきます。はい、最後の目まで細編みを編んできました。で、そしたら一番最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。で、これで持ち手の1段目が編めました。で、次からは1つの目に1つずつ編んでいきます。もう減らしたり増やしたりせずに1つずつですね。鎖編みの部分も細編みを入れているので、細編みを編んで上に書いてある段数までしばらく編んでいきます。はい、4段編んできました。4段編んでだいたい2センチぐらいになっています。で、このままだとちょっとふにゃっとなってしまうので、一番最後は引き抜き編みをして終わりにします。このまま立ち上がりをせずに1個2個目2目目に針を入れて引き抜きます。で、最初の目が結構わからなくなるのでマーカーをつけておきます。で、1つずつ1周最後の目まで引き抜き編みをしていきます。はい、最後の目まで編んできました。で、そしたら糸処理できるぐらい残してカットをします。糸を抜いて、とじ針に糸をつけて、こちらマーカーがついていたところに針を入れて、で、糸が入っているところですね、こちらと後ろの細編み、こちらに針を入れて、で、引っ張ります。
あまりきつく引っ張りすぎないように。でこのまま後ろで糸処理をして、他の部分も糸処理をしておきます。で仕上げにアイロンをかけておきます。はい、こんな感じでできました。でだいたい横が30センチぐらいになっています。でこちらの高さがだいたい20センチ、こっちが少し下がって19センチぐらいですかね。で底の部分がこちらもだいたい20センチとだいたい10センチぐらいで、持ち手の幅が 2.5 センチ。で、こちらが12センチぐらい。で、長さが大体26センチぐらいになっています。で今回エコアンダリアと上はラフィアになるんですけども、と毛糸と引き揃えたので、なんとなく麻紐っぽい感じの風合いになりました。本当は上がネイビーがいいなと思ったんですけども、余ってる糸が少なかったので黄色にしてみたんですけども、黄色だとちょっと夏っぽい感じもしちゃうかなと思うんですけども、風合いが柔らかい感じになるので、これから涼しくなってもモテそうかなと思います。でエコアンダリアと毛糸を引き揃えているので、すごくしっかりしたバッグになっています。あまり伸びずに、こう触った感じもちょっと厚みがあるしっかりした感じで、持ち手もそこまで伸びずに使えそうです。でこちらの編み方はもちろん毛糸だけでも編めるので、お好きな糸で編んでみてください。一色でも可愛いと思うし、色を変えても可愛いと思います。では今回は夏糸と毛糸を引き揃えて秋にも持てるバッグを作ってみました。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。